お疲れ様です。今日はですね、こちらエリゴルミラーやっていきたいと思います。はい、ということで現環境ね、この鏡、はい、今ミラーがねそこそこに強い、そこそこどころじゃないかな。その前ユニットが強いっていうのもあるけど、まあ、エリジャイミラーだったり、まあ枯渇ミラーとか、まあ、いろんなミラーデッキあるんで、今日はミラーエリゴルでね、まあ、16エリゴル出しつつ、はい、暴れていきたいなと思います。なんかこのデッキ、マルチ上位でいたんですよね。そう、使ってる人いて、良さそうだなって。いつも通りね、はい、パクってきました。さあ、ということでやってみました。よろしく。で、これ、エリババがね、結構いい味出すんですよね。いや、マジで、最悪。なんもない。まあ、このデッキ上、ウォールブレイカーは守れないですね。おー、どうする？なんかマジで何もなさすぎて一応守った。吹き矢が来たらやーぐらい。ウォールブレーカーに大砲入ってんだけど、これ 2.6 マイティのやつだ。あ、高回転マイティだ。これやばい。大砲5ボット高回転なので、まあライドラで世界をつかむか。てかエリゴレ全然回ってこねえな。ほんとなんかね、初手エリゴレ弱ね、ヒーラー、なんかね、レイジーで、みたいなことをやりたかったんですけど、そう、やっぱうまくいかんっすね。よいしょ。まあ次ぐらいかな。なんか許容していい感じにいきたいけど、これ怪しいな。なんか、めちゃくちゃきちいやつ引いたかもしんないっすね。よいしょ。あ、でもキング起動してこないのは、してくるな、これ。お、でかい。さあ、もうこんなのね、構ってられないっす。行きましょう。で、追加のエリババが強いので、おい、いや、もういいよいいよ、プレゼント、プレゼント。あげるあげるあげる。もうエリゴリヒーラー、何を行くかなんですけど、だくで惜しかったな。まあまあまあ。もうぶっぱですからね、僕は。僕はぶっぱなので。よいしょ。一旦走らせて、一旦走らせて、ダクネもしっかり走らせて、いや、うまっ！このダクネが結構いい味出すんじゃないのか？よし、いけ！いけ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 ！オッケー。しかも、エリババが帰ってきた。エリババ帰ってきた。お帰り。よしよしよし。めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。でさ、こっからはもう俺のターン。今度、ヤナメでね。いい、ヤナメ！いや、来た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 ！来ました。あいつ、もう、ライドラ、どうすんだろうっていうね。ああ、やだな、それ、守り。オルブレイク来るな。さ、来ない。もう後ろからね、溜めていっちゃう。よし。ここで、ドドン！どうよ、これ。エリゴレ2倍増し。いけ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 。さあ、増して、ヒーラーも添えてあげよう。オッケーオッケーオッケーいけ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 。あ、これ、絶対守れねえだろ、これ。いや、守れんのか？いや、守ってんな。ああ、守ってねえわ。おい、さあ、グッドゲーム。おぶねえ。怖すぎ。なんか、序盤マジでついていけないんですよ。ドリルも、オールブレーカーも、こうやってマイティも無理なんですけども。さあ、2倍タイム入っちまえば、もうこっちのターンですね。よろしく。来た。しかも今回は初手エリゴレがあるので、エリゴレちゃんからのなんか1枚ボンか。まあボン、まあいいだろう、無視しよう。よし。さあボン圧着ってことはもうエリジャイやないかい。さあエリジャイはもうエリボバでボッコボコ。よし、行ってこい。これだってさ、もうヒーラーエリババでさ、無限じゃないのこれ。ミニペッカみんな。これ相手が、でもロケのコストもないしな。行ってこい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 。さあ、環境のエリジェイをしばかしていただきます。あ、それじゃ止まんない。やばい。それだと、突破しちゃう。あ、終わった。あ、やらむっちゅうか。一応ね。うい。ワンパンです。えぐーい。気持ちいい。なんだこれ。よし、しかも、キングも削ってく。これ多分、相手止まんねんじゃね？いや、でも防衛ライトとか防衛ロケをしてくればいいんですけど、相手がすると守られるんですけど、してこない相手はもうこんなんガン無視です。はい、どうするこれ。プッチョ倍増しでもいいんだけど、倍倍プッチョ、まあ、ミラーでもいいし、一旦いいか。一旦この最強の形エリゴレヒーラーちょっと間を空けてダクね。これでもね、ロケー、いやエリポン型ならロケないな、冷静に。いや頑張れコウモリ、頑張れ、なんかもっと頑張れ、いけいけいけ、プッチョ行ってこい、マジ行ってこい、プッチョ、あれやばい、あれやばいな。一旦我慢しよう。俺の方がリードしてんだからね、リードしてんだから無理することはないんだよ。よし、いやでも打って、これスーパー大逆転される。いやでも11にされてもさ、11になってからみたいな、耐えれんのこれ。耐えれそうじゃない、この圧着衣さえやれれば。あ、その圧着衣、あ、でかい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 。これさ、エリゴレエリゴレでさ守られるんかな。俺守れないと思うんだよね。よいしょ、走らして、あとはこれエリゴレエリゴレ見て、この16のかっこいい背中、たくましいな。おい、俺多分エリゴレエリゴレがね結構強いかもしんないな。持ってやってもいいかも。ナイス。さあ玄関鏡のエレジャイミラーにね対抗してエリゴレミラーです。いや、いい手札じゃない。しかもこれ来ました。一旦何も考えれなかったな、さすがに。スケドラがいたら嫌ですけどね。よいしょ、ではベビードラがいるのもちょっと嫌だけど、いや強いってベビードラ。これやっちもうた、もしかして私やってもうたなこれ。いやーミラーやだな、もったいないので低めライドラで、うん、ちょっとこれやってもうたか、まあ、一応耐えれるやろこれ。ターゲットが変に変わってほしくないな。あ、終わった、やべ。はい、事故です。こういうこともあります。さあお次は何が来るんだい。よろしく。いいよ、ヒーラーが欲しいな。カード回しレイジで。さああなたは一体何ですか。エレジャイ意外と多分相性いいからな。エレジャイ欲しいな。ロケが安ね、ロケが。最近なんかエレジャイにもロケとか、なんか枯渇ロケでしょ、クロスロケ。なんかロケってちょっと強いイメージなんだ。いやー来ない。どうするよ、なんか自分から出したいけどね。出すか。エリゴレでね、なんか守ろうとか考えてるのがもうバカなんですよ。うん、そうなんですよね。痛い。いや、これは俺のプレイが正解だと信じて形を組んでいきます。これなんかエリババよりライドルの方が良さそうだな。よし、いけ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 。これしかもさ残るよな、全部ミリで。いけいけ。よし、落ちた。あー最高。いやーこれしかも追い打ちエリゴレエリゴレあったな。いやーなんか終わりそうだなこれ。いやー申し訳ねえな、なんかごめん、本当にやめないでください。よし、謝ったから OK。 なんだこれ、ハッピーちゃんよろしく。いやもう全然初手エリゴレこんな耐えます。いや甘えです、それは。さあ墓石、まあ、ラバロイスケラもうゴレエレジャイなんでしょうね。さあ来ました。でこれゴレエ多分ね戦うっていう概念をね、なくした方がいい。冷静に。そう。交換。仲良し。正しい気がする。あんま行くな、そっち。あんま行くなよ。よし、さあ仲良しなんですよ。スケルトン部隊が来たら、で、ベビドラはもうゴレクロやないか。いや、わかんねえ。普通のゴレか。いや、でも、いや、強い強い、レイジが、夢ありすぎ。おなんか、すげえ頑張ってるとこ。えもしかしてやばい。もしかしてやばい、これ。相手あと1000です。これ、エリゴレの時。来たってこと。いや、あのライドちょっとなんか、もったいないよな。もったいない精神。おばあちゃん来ちゃう。いやでももう、あんま考えるな。そう。考えすぎもよくねえから。あのボンを。いや、ライト打ってきたんで、ここはマジで冷静に、ケツ、エリゴレ。本当にこれ冷静か。いや、これだって止まんねえだろ。止めないで。ヒーラー欲しいね、ヒーラー。しかもさ、ライドルめっちゃ強いやん。ヒーラー欲しい、ヒーラー欲しい。いや、ちょうどいいとこに。よし。これは、さすがにさ、ほら、いけ。おかわり。もう一回おかわりするよ。これ見てね、プッチョ。いっぱいいるよ。わ、すごい。大渋滞だ。余裕があるもん。わ、すごい。わ、これよね、結局。これがね、マジ完成形っすよね。まあ、全体的に相手の火力がない時ですね、今みたいな。そう、ああいう時に、もう全プッチョが生き残るみたいな。いやーさ、神でした。男なら一回見なかったことにする。うん。見てない。俺は何も見てない。相手まだなんか何もしてねえなみたいな。よし、これ大丈夫か本当に。タワー折れるのよ。よし、で追加のねエリババがマジで強えから。ロケやばっ。ロケットねズルなんだよね。やばいこれ。しかもスケだ。これ無理だなこれ。やっちった。いやライドが強いから今のはマジで、ロケットやばいな。なんかね、ファイボ型がいるんですよね、最近。ファイボだったらいいなーって甘えたこと思いましたね。よし。これはもう諦めです。と見せかけて、来ないか。キングおればいいんでね。はい。もう全然、すげえボッコボコだな。エリゴリってこんなもんか。さあ生かしていただこう。エリゴレだとまだ未来はある。これは普通の敵だったらもう無理なんですけど、ね、エリゴレなんで。ボンバー使うのさちょっとバカじゃない？バカとか言って大丈夫か？間に合う系？もしかして。間に合いそうだね。ね、言うの来たら終わります。間に合うやつだね、それ。ワンチャンないマジ。ロケットだけだと落ちないよね、これ。あれ？わかった。なんじゃそれ。相手甘いすぎじゃね？いやー、エリゴレだから、できたことないさ。マジで全部同じような試合だ。さあ。エリババがやっぱいい味出すな。なんか、なんだろうな。エリゴレダクネヒーラーで、もしかしたらレイジを打たずに、エリババ追加でもいいかもしんないっていう。ここは一旦エリババ飛ばして、ライドラをね、低めに出したいね。これでも結構ダメージ入るよな。うん。ラナスケドラどうでもいいでしょ。ライドラ最強だから、これ。ライドラいるとね、相手も攻めれないんでね。まあ、バルーンが来るかもしれない。男の全許容フルカウントと見せかけて、めちゃくちゃゴリゴリ守っちゃう。ライドラミラ。相手も笑顔だ。よいしょ。さすがにこれなんかもったいないので、いってあげよう。え、うまっ。え、てかなんで飛んだん？俺のライドラ2体いなかったっけ？あー、バカおられるやん。やるなって言っといたら、いいか？満足か？まあまあ、マドがもう、4倍。さあ、墓石も使ってないから、まあでもこれ、なんか、俺の方が勝てそうじゃない？なんだ治ってんだ。さあ、ラバー、メーガーゴ、スケドラ。で、スケドラの範囲と、ファイボで行かれるのが嫌だね。オッケーオッケー。いやー、これいい、これいい、これでいい。タワーを折られていいの。そのユニットが残るのが大事だから。いや、あんま傷つけてほしくないな、俺のユニットに。ババいるもんね、しかも。からのこれ突破、あ、できちゃってるね。一旦、一回だけ。お？それは？ライドラのチェーンがたまたまいかないか。あ、でも、なんか、エリババめっちゃ頑張ってる。あれあれあれめっちゃなんか残ってんの？あれなんで？いいねー。いいよ。あ、めっちゃ強えやん、おい。行ってこい、エリゴで。さあ。ほれー！グッドゲームですね。グッドゲームですね。さあ、ということでこちら、エリゴレミラー。まあ、めっちゃ強いかって言われるとそうでもないですけど、まあちょっとね、気持ちよくなれるんで、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル、高評価もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。